アンバー・ジャックはアメリカ海軍の潜水艦、天地級潜水艦の一隻。艦名はニューイングランドからブラジル西部大西洋に生息するカンパチなどブリ族の総称にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。カンパチ・ヒラマサ・アンバー・ジャックは1944年2月8日にマサチューセッツ州ボストンのボストン海軍造船所で寄港する。 1944年12月15日に、ウォルター・イーラング・ジュニア夫人によって浸水し、艦長ウィリアム・ビーパーハム少佐の指揮下1946年3月4日に収益する。アンバー・ジャックは、西インド諸島及びメキシコ湾で成長訓練を行った後、6月17日に第8潜水艦部隊に合流する。コネチカット州。 ニューロンドンのニューロンドン海軍潜水艦基地を拠点として北大西洋での訓練任務に従事し、1946年11月には北極圏を巡航する。1947年1月に大規模改修のためにポーツマス海軍造船所入りし、潜水艦水力増強計画の下船体及びセール部分が改修され、水中での速力と操縦性を向上させるため、 追加のバッテリー及びシュノーケルが装着された。1年に及ぶ回収が完了すると、1948年1月にフロリダ州キーウェストで第4潜水艦部隊に合流する。アンバー・ジャックは同省拠点として、東海岸沿い及び西インド諸島で、戦術開発及び独自の訓練、定期的なオーバーホール及び艦隊演習などに11年近く従事した。この間に様々な カリブ海の港を訪問している。1952年7月にアンバー・チャックは新たに編成された第12潜水艦部隊に配属され、キーウェストを拠点として活動を続けた。アンバー・チャックは1959年8月の初めに母港をキーウェストからサウスカロライナ州チャールストンへ変更する。8月8日にチャールストンに到着すると、以前所属していた第四潜水艦部隊に、 再び合流するアンバー・ジャックの任務はほとんどが以前と変わらなかったが大きく変わった一点がヨーロッパ水域への配備であった。1960年の8月、9月、10月に NATO の演習に参加し、その後イギリスのポーツマスへ1週間の訪問を行う。10月後半にチャールストンへ帰還し、通常の任務を再開した。 1961年5月から9月の間には、第6艦隊の任務で、地中海へ展開する。その後3年に及ぶ東海岸沿い及び、西インド諸島での活動の間に、アンバー・ジャックは別の任務で1964年7月7日から11月1日まで、再び地中海へ展開した。続く29ヶ月間は、チャールストーンを拠点として、活動を続け、 1967年には4月23日から7月24日まで地中海へ3ヶ月間配備される。その後1969年9月2日に最後のヨーロッパ水域への配備が行われる。この配備ではイギリス海軍、カナダ海軍、オランダ海軍と共に NATO 演習に参加した。演習終了後は北部ヨーロッパの様々な港を訪問し、 1969年12月12日にチャールストンへ帰還した。1970年7月9日にアンバー・ジャックは新たな母校のフロリダ州キーウェストに到着する。最後の配備は1972年11月27日から1973年3月30日まで地中海で行われた。1973年10月17日にアンバー・ジャックは キーウェストで退役する。その後除籍され、ブラジル海軍に売却、チェアとして収益した。ありがとうございます。